まあ、佐々木と宮野とかもそうですし、うん、まあ、ブルーロックもね、うん、いや僕ブルーロック安久さんライチっていう役をやられてるんですけど、うんうん、ライチ正直漫画で読んでる時そこまですごいグッとは来てなかったんですけど、うん、マジで毎回ライチの芝居が好きすぎて、うん、最近結構インタビューとかで気になるキャラライチですみたいな言うぐらい、急に可愛いな。いやもう出てねえアニメの話だから持て興味をパーソナリティなんだから、いいなって思いながら見てる、見てるってか見てはないけど、うん、話題性を見てるっていう感じで結構ほんとコンスタントにご一緒させてもらってますけど、カイト君他にこの作品スマホを見るな、スマホを、いやなんかすごいのが俺は共演してるぜみたいな感じでマウント取ってくるからさ俺も吉継マウント取りてえよ俺も取らせろ継マウント。結構でもいや言うてカイトともやってるよ、うん、もう作品だけじゃなくてね、よく食事に行かれたりとかもしてるイメージありますけど、食事の回数の方が多い、もうそれ一番いい、可能性高いな。そうなんですよね、作品数より多分食事の回数の方が多い。いいね、あれもしかしてそんなにカイトと一緒にやってない？あんま言うなそんなことでもマジで探せ探せ、いやマジで合わないこと多いかもしれない。1年に1作品ぐらいかもしれないですね。おえそんなに、はい、なんだろう、あそっか、え外でなんかずっと会ってるような気がするから一緒に共演してる気になってるのかそう思ってもらえるのは後輩としては光栄です。そうだよね、くそ取れねえマウントが取れねえよ手札少なすぎた僕らが仲良くなったきっかけですか。何でしたっけ。なんだろうね、俺ずっと考えてたんだよね、ずっと。だって当時、はいはい、あれカイト未成年だったでしょ。未成年です、はい、うん、で飲み会とかもやっぱてっぺん越えられないし、うん、はい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 、うん、何ですかね、いつだろうね、いつからこんな感じになったんだ。でも桜荘の時にはめちゃめちゃ話してましたね、うん、あのバンレグなんです未成年なんですっつったら、うん、吉継さんが持ち前の先輩力を発揮してめちゃめちゃなんか帰ってこっち座んなよっつってモブなのにあの正面側のはいはい、まあアフレコ現場ってまあ一応ルールを説明しておくと、まあこの字型に椅子が配置されておりまして、はいはい、まあマイクが何だろう、この空いてるところを塞ぐように並んでるんですよ。でマイクと正面の席に座るんですけど、そのメインの人たちが、はい、モブって呼ばれているいわゆる生徒 A とかっていう人たちは端の方 で、 そうです、ね、あの座って待機するってことが多いんですよね、はい、その中で僕は本当に一言しか「おい!」ぐらいのセリフしかないにもかかわらず吉継さんが正面に座らせてきて他のメインの人たちがあの子みたいなどういうことだ、あの子は何、ちょっとね嫌な先輩だね。すごいなんかちゃんと伝言ゲームできてました、うん、ねちゃんとまあやってましたよ、ね、やってましたよ。めっちゃ優しかった、この先輩はいけるなって思って、あ、そしたらいつの間にかもうカイトのこと大好きになっちゃって、ね、そうですね、こっちの方が好きだけどね何これとにかくマウントを取らんの気が済まない着地点があるんだこのバトルはっていう全方位バトル。そうですね、いやそういうきっかけでまあいろいろ僕はこの先輩に心を許し、はい、で一番は多分山本至さんと3人で帰ったことがあって、はいはい、でその時にその山本至さんおすすめの焼肉屋に行ってでちゃんとプライベートの話までするようになったっていう記憶がありますね。そうね、はい、覚えてます。今考えたらなんであの3人で行ったんだろうなって感じはするけどいや逆に山本至さんが僕らを引き合わせたまである。あでも至さんに感謝まである、ね、本当に、うん、そういうきっかけでしたね。なんか食事に行くって結構ね大事なことですよね、人と仲良くなる上で。大事大事大事ですね。やっぱりその収録現場だけだとね話しきれないこともあったりするから、うん、食事何回ぐらい行ってんの。あんまり予定立てて食事って行ったことないかもしれないですね。結構飲み会はご一緒させてもらうことありますけど顔めちゃくちゃ嬉しそうな顔じゃん動画でやれしょうもないマウントだよねあとで吉継さんに判定してもらうみたいなねどっちがマウント取れていたかっていうどっちの勝ちか人間的に俺の負けなんだよ